はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88ザナドやっていきましょう。撮り直しです。なんかいろいろね、ミスりました。これがね、すごいことになります、これからね。打っていって、あらららららお金がとんでもないことになります。イエス。で、これがね、ラージシールドがめっちゃあるんでね、ということで、で次アーモリー入って、これまたセルで N イエス、 P イエスで、バトルシールドイエス、これもたくさんあるんでね。バトルシールド何個あるんだ。あ、なくなった。お、ゴールド264万になったよ。っていう感じなんですけど、あ、でもスクロール屋さん見てみようかな。スクロールさん何あるの。はい、バイ、あ、デグティルト、デグコロジョンってなんだろうね。まあまあいいですか。デグティルトね、何ぼすんの。ちなみに18万7500、高いね。まあボトル飲んで何ぼかっていうところでしょうけど、まあ今は大丈夫ですか。でこれ先、ここで失敗したんですよ私。ここで失敗したので、あ、いやいや、まずファイアークリスタルを、ファイアークリスタルを変えておきましょう。でよいしょ、おお。でここでね、下に落ちたんですよ、1個。返し道に。で、行けなくなったので、で、まあ、ここかな。これで行ってりゃ、これで行ってりゃいけんじゃないのと。はい。レベル8に戻してください。あ、行った行った。で、ちょっとごめんなさいね。レベル8の地図を見ましょう。で、レベル8の地図は、あ、ここか、ここか。よし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 。まあ、あとは降りるだけだわ。ああ、もうフードもたらふかったんでね。ウェポンも生産しましたし。何これ。あ、違うね。で、くくぐってレベル7と。ああ、そうだ、ここで食らっててもいいのかな。ここで食らっててもいいんだね。で、こう行って、これがいやらしいんですよね。で、結局こう行かないといけないから。なんか今下いましたね。あ、そうだ、もう彼らでいいんだ。さっきどうするか。ザコ倒すんだったらボーパルウェポンも上げないといけないね。今、ボーパルウェポンが。経験値は49、ドラゴンスレイヤー知らん間に122までいってもんね。まあおかげでドラゴンスレイヤーあんまり鍛えなくていいっていう感じになっちゃったね。おお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 お、あ、いたいた。もう彼ら全滅させに行きましょう。もうロッドとかが出てくるんでね、彼ら。まあ先に経験値上げに行くのも先かな。武器と防具とかのね。もう食らわないもんね。ちなみに、ほら、グローブ手に入りました。マジックグローブね。これでボーパルウェポンは、およよ、あ、59に上がりましたか。今何を言おうとしたのかな。もう分かんなくなっちゃった。で、まあ、とりあえずテンプル向かいましょう。あ、そうだ。経験値調べようとしたんだ。経験値ですね。経験値、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 経験値はね、連絡帳にいただいてるんですよ。まあでもこのザナドゥを抜く、コメントはないですね。あ、ロッドは2の1、2の2まで取りましたって私書いてんだね。
あ、あったあった。で、今私は、100万、あ、100？16 万。あ、レベル14に上がれるね、ファイターは。で、魔法使いさんは、あ、魔法使いさん2つ上がるわ。ちょうど106万7000で上がりますから、今、超えたとこだね。これはじゃあ、行きましょうか。でも、あ、そうだね、123万までだから大丈夫だね。でもこれ、うまいことやらないといけないね。まだまだ、まだまだ、剣で倒さないといけないね。バランス的に考えたら、まだまだになります。剣が150万が最高に対して、マジック、あ、ウィザードが123万なんで、あまり魔法で対応して倒しておいと、ちょっとまずくなりそうな感じではありますね。さあ、じゃあ行きましょう。じゃあ、とりあえずテンプル行っていいんだねと。マジックレジスタンス100にしちゃダメだから、私。100にしちゃダメだよと。今上に誰かいたね。いないかい？あ、いた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 。ちょっと相手してくんないかな。うわ。早すぎて、まあいいか。彼は実際にそんなにね、役に立つ人じゃないんで、こんな言い方したら。おお。この辺の人が可愛く見えるもんね。あ、レッドポーションか。で、ここだね。ここはね、私覚えてたんですけど、もう忘れてんね。下？あ、ごめんなさい。下、あ、下、右、左だね。はい。下、で、こうだね。で、ここ降りて、これ確か右なんですよ。自信ないけど。で、右、降りて、そう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 。あ、見えた。で、こう行って、こう行って、で、ここも降りないとダメなんですよね。降りて左で、降りて左で右なんですよね、またね。あ、いいのいるわ。ドレイクさんめちゃくちゃいいのいるね。あ、でも帰ってきてからレジスタンス上げてからにしよう。で、あ、今のもうドレイクさん見てちょっと頭が吹っ飛んじゃった。で、これ左かな。あ、左通りって右に行ったような気がする。あ、これかな。確かね、確かこれを、ちょっと私の頭の中がね、考えることを今拒否しているので あ、今すり抜けちゃったね。で、これ、ほんで真ん中かな。あ、そうだそうだ。で、これだね。で、こう行って、帰る場合は右だね。で、こう行って、こうだね。ふえー。で、次、レベル6。で、レベル6は、ここに来るんで、こう登って、で、あ、そうだね。ここは比較的早いんですよね。こう行って、で、こう行けばいいだけなんですよね。な、レベル5に行って、あ、ちょっと待ってよ、レベル5が思い出せない。で、こう行って、ゴールドが260、あら？ちょっと待ってね。あ、260万か。まあ、260万あったら、もうこれで、あれすることはないでしょう。もう、ひもじい思いすることないでしょう。ただ、私のヒットポイントがべらぼうに増えるんで、ちょっとそこだけ要注意ですね。じゃ、テンプル入る前にはセーブされてますんで、で、これどうだったかな。こっから、なんか落ちてピューっていくんですよね。あ、そうだそうだ。あ、思い出した思い出した。あ、ピューだピューだ。こうやってピューっと落ちて、どこ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 と落ちて、で、こっちも落ちながら。で、落ちてくぐって、うん、なんかある？あ、違うね。そうだね。そこだね。一瞬ね、フードってっかなと思ったんで、4つ目。よし、いったー。
で次がレベル4だったかな。ちょっと待ってね、これどうだったか。ああ、また苦手なやつだこれ。レベル4のこれがあまり覚えれないんですよね私ね。確か左で、で上がってってこっちでよかったかな。いや間違えてねこれ多分ね。あ、間違えて間違えて、でもいいや。フードはタラフカールでね。うー、こんなとこ行っちゃダメ。あららららら、アーモリー、んー、なんか非常にまずいな。あー、帰ってきてんね。あー、ダメダメ。で、ある程度上で右出してね、出すねってまた言っちゃいましたけど、これだったかな。あ、これじゃないね、これじゃないね。どこだこれ。あれか、あれだな。これではダメなので、もっと上だね。上右、上で右でどんどこどんどこ行かないと。よいしょ、多分これですね。ここ、ああ、やったやったやった、これだこれだこれだ。ああ、いやいやいや、ああ、ちょっとこっち行ったワープだ。こっち行ったワープに繋がるからこれだ。これでレベル1まで変えるんですよと。はあ、まあ本当これ来週終わりそうだな。あ、やばい、貧乏症がまた出てきた。もうフード28万になってる。もうこのフード恐怖症に陥るんでね、40万まで持っていこうかな。よし、33万まで持っていきましょう。いや、35万かな。あー、これ言いようないから。本当のファイナルファンタジーでポーションが99個まで買え、一気に買えるっていう、あれは本当いいシステムだったね。ドラクエの薬草とかでも困ったもんね。途中から良くなったんだっけ。確か薬草10個までしか買えなかったような気がするんですけどね。9個だっけ。まあ、ただ左のキーを押すと9って入ったと思うんで、左のね、ボタンを押すと十字キーのドラクエの場合はね。でもあれもファイナルファンタジーでそうだったような気がするね。左押したら99ドーンで一気に入ってっていう感じだったと思いますね。はい、テンプル。はい、まず上がりました。ファイターのレベルが上がりました。パラディン。いや、もうそれいいんです。これでもなんかの地図をあれしてんのかな。はい、ウィザードレベルアップ。イリュージョニスト。これ多分地図書いてんだね。どう行きゃいいかって言ったら、わかんないな。で、これもう一回上がります、私。ね。ウィザードレベル。何、ウィザードレベル15ってなりました。もう名前がないんだね。で、これでいい加減にしとかないと、私、ああ、よかった、MGR が95なので、これ以上上げちゃうとちょっとやばい。やばくなっちゃうんだよね。さあ、これで、これでいいんだよね。いや、まさかね、ドレイクさん、これで魔法のダメージ食らわなくなっちゃったら、恐ろしいなって今思ったんですけど、まあ大丈夫なことにしましょう。まあ最悪世代を戻していきましょう。さあ、じゃあね、次はグローブですね。グローブのあるところ、になりますので、これまた戻らないといけないんだね。レベル1グローブを散々残したんでね。探っていきましょう。今これですね。これでいいか。で、ポチッと。あ、これ拡大できないのかな。あ、できたね。ロッドがあって、グローブ。あ、ここにグローブありますね。で、これでボーパルウェア。さっきね、ドラゴンスレイヤーあげましょうか。ドラゴンスレイヤーもこれあげないといけないので、ドラゴンスレイヤーはあげにかかりましょう。イクイップ。で、ウェポン。ドラゴンスレイヤーを装備しました。で、今、ドラゴンスレイヤーは、122です。ですから、あと12個取れば、まあまあ、バッチシ
ていう感じですね。まあまあ205円ぐらいまで並列して上げていきましょうか。並行してね。さあじゃあ行きましょう。どうやって行くのっていうところなんでしょうけど、なんか左に行っときゃ適当に行けたっていう私の中ではあるんですよね。こうかな。よくわかんないけどなんかね、左に行けてりゃ行けてましたよっていうね。あ、懐かしいとこ来ちゃった。ダメだね。あ、ちょっと待ってね。今のとこもあれなんじゃない？今のとこ行けるんだったら行っちゃおうかなと思ってんですけど、ちょっとお待ちくださいね。あ、ちょ、今マップ2を見てましたけど、え、ちょっと待ってね。これでしょ？今私塔を通ってきたのが別に、あ、ちゃんと行かなかったらいけなかったんだね、これ私順番無視してるわ。これここは、あ、ここはこの塔だね。さっき通った塔はね、うわ、めちゃくちゃもったいないことしたね。これ4の塔だから。あ、でも帰り通れるのか。あ、いや、通れない通れない。ダメだダメだ。しまった。ごめんなさいね。一人でぶつぶつ言っちゃってね。で、これが、ここが4の塔ですね。4の塔を見ると、あ、しかもラジオやってたね、私ね。ごめんなさい。これが4の塔になるので、4の塔にはあるのかっていうところですね、これ。これですね。今私こっから入ってんですけど、あ、皆さんに見えてないですね。今私こっから入ってんですけど、あ、右にありますね。とりあえず右にあります。で、左は？左もありますね。だけかな？これは多分違うと思うんですよ。これ何なんだろう。これは多分違いますね。あ、でも端っこまで行ったらあるね。これは取らないともったいないです。さあ、じゃあやっていきましょう。だからここは、ぶっちゃけ、あれいらないよね。なんだっけ。ランプはいらないよね。で、こう行けば、いずれ出てくると。ああ、なるほど。こういう感じか。デス聞くのかな？あ、聞かないか。あ、そっかそっか。あの、デルデラージュだっけ？あれだっけ？あれ、マントル？マントル転がってる？あ、マントルあったんだ。ええー。あんだけ大事だと思ってたからね。すごい早いね。で、ずんだか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 言ってると、また出てきます。と思ったらめちゃくちゃいい時間になっちゃったね。じゃあこの辺で終わっておきましょうか。88ザナで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。